誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かに聞こえる空耳アワーのお時間がやってまいりました。お相手はこの方でございます。あっちっす。え、まあこの方はいいんですけども、今日はですね、なんとこのコーナーにスペシャルゲストをいらっしゃった川島先生です。よろしくお願いします。すいません、いえいえいえ、ゲストをお迎えするようなコーナーじゃないんですよ。ぜひ私も笑わせていただきたい。笑えるかどうか分かりませんけども。そうですか。楽しみ。未だにタイトルは使わせていただいてますからね。そうですよ、ありがとうございます。こういうお堅い方がね、なんでこういうふうな下品な番組をしているのか。そんな面白いですよ、やっぱり。それはそれとて、はい、最初に参りましょうか。参りましょうか、何はなくともメタリカ。メタリカ来ますね。メタリカ、メタリカいいですよね。ガンガン来たしましたね。ザ・フライド・エンズ・オブ・サニティ。I am thinking. I'm 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 thinking. ですね。やっていただいてますね。だから普段見てる時もやっぱりやってるから自分でやってるんですね。thinking. ああどうかなとかって。これまでいかないかもしれませんが、まあ一応送っておきましょうか。そうですね。はい、次はまたちょっと小ネタが、これだこれだ、今日に限ってなんかこれだこんな時に限ってお客様いらっしゃるんですよね。シェリー・ブラウンというウエストコーストの黒人女性シンガーソングライター、ゴッド・トゥ・ゲット・アウェイ。ゴッド・トゥ・ゲット・アウェイ。出ました。おじさんどうですか。これぐらい、これぐらいはまあまあ着眼点面白いからね。強引に変えたってのは面白いから。今日に限ってね。全然いいじゃん、楽しいじゃないですか。今度は大丈夫でしょう。一つぐらいはね、せっかくですからスティービーワンダーさんと来てるね。イスターミーっていう、はあ、一応古文っていうのが良かったんでしょうね。一応ね、それがね、古文っていうのは漢文に近いんじゃない。そうですね。これは面白いよ。あれ8分中ここまでいかないけどね、これ十分あるでしょう。いいな。まあですかね。今日に限って何もないんですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん方も8分して送っていただきたいな。あ、最近は